こんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。赤大好き、トマト、ぐんまちゃん大好き、姫がお送りするエアマルチまったりマインクラフト撮影日は2月17日0時50分です。おやすみなさい。961回だったっけな。おはようございます。だよね。となりましたね。残り40回。できれば1000回何かしたいとは思うけど、何もひらめかず。そしてきっと姫が動画を見てくれることによって、俺が DM を見てることに気づいてくれる。そしたらちゃんと俺がいろいろ送っていたっていうのに気づいてもらえる。通知がいかなかっただけで、ちゃんとっていうか心配はしていたというのに気づいてもらえると思ってはいたんだけれども、てっきりまた、長いこと眠っているか、あるいは俺の動画を見ていないと思っていたんだけど、今日ね、友達っていうかフレンドさんにフォーオナーをやりましょうということで誘われて、でもしかしたらそのフレンドさんと生放送するかもしれないっていうんで、ツイッチじゃないけど姫の方にね教えておいて、で土曜日は半日仕事で、明日歯医者さんに行きますよっていうのもね教えてたんだけど、いざ生放送が終わって姫のページを見たらフォローが外されていた。フォローが外されていってか、フォロー申請が外されていたので、もしかしたらそのツイートだけを見たのか。いや、俺はてっきりまた元通りになると思って、最近はずっと過ごしていたから、動画は私いなくても試そうって思ってるかもしれないけど、そうじゃないからね。姫が戻ってくると思って、そう、それでそこまでショックを受けていないというか、ショックを受けてないわけじゃないんだけど、そしたら姫はフェードアウトをしようとしてるんじゃないかなって思って、フェードアウトって一番辛い判断だよね、俺からしても姫からしても、お別れを言うことさえも許されない状況。別にお別れが言いたいわけじゃないんで、全然お別れなんて言いたくないんで、できることならずっと一緒にいたいからねっていうふうに思ってはいるけど、それがうまく伝わらない。どうしたらいいんだい。俺はなんなら会いに行きたいぐらいだよ。姫会いに行って抱きしめたいぐらいなんだよ。君を愛していると直接伝えたいんだよ。でも伝える術は持っていないんだ、俺にはないんだよ、それが。だからこうして動画を撮ってメッセージを姫に送ってというか送り続けるしかないから、俺は姫が大好きで、他の誰かに何かDM であったり、アスクであったり、言われているかもしれないけど、正直それの片鱗じゃないけど、それを若干見た瞬間、俺はゾッとしたけどね、なんでこういうことを言う人がいるんだろうって。私の方が先なんだからとかさ、知らないしっていう、
俺からしたらね。いや、知り合ったのは、もしあなたが俺より、俺じゃない。姫より俺の、姫より俺と先に出会ったとして。うん。だから、何っていう。俺からしたら。俺が好きなのは姫だってあなたじゃない。そのあなたというのが誰なのかもわからないし。そもそも。うん。そんなのに、私が先みたいな感じで、アスクを送ってる人がいた。過ごしてるわけだけど、結果的にね、うん、きっと姫は戻ってくるっていう信じている結果、姫からしたら、あ、そうなんだっていう。普通に生放送も配信するし、私なんかよりも友達とみたいな感じになっちゃう。間が抜けてるんだよな、俺。たぶん。要は、まだ姫と仲直りしてない。元通りになっていないのに、そうなるっていう、なんだろう、そう、信じてるというか、きっとそうなるというか、きっとっていうよりは、ほぼ確定的な感じで、そうなるって、思ってるから。間が抜けてしまって、うん、いいと勝手に浮かれて舞い上がっちゃって、本来であればね、うん、そういう生放送とかそもそもがね、そういう生放送何の連絡もなく姫に、そうか、通知がまだ行ってないんだ。そもそもね、生放送であり、歯医者であり、連絡、姫に先にね、ツイッターでお知らせするなり、なんなりせず、うん、直前、もしくは事後で連絡する。うん、俺からの連絡ではなく、第三者、あるいは、たまたま自分が発見するっていう状況になれ。なんでケーキ4つないんだ。あれ、なんでケーキ4つないの。炎が開いてた、うん、あ、してなかったから姫を傷つけてしまった。うん、
私のことを一番と言っておきながら全然一番じゃないと捉えられてしまった、まあ、そう思われるようなことをしてしまった、そう思っちゃうことをしてしまった、思いたくなるようなというよりはそう思わざるを得ないような行動をしてしまった、うん、で今回今日2月17日、まあ、2月16日の11時からフレンドとゲームをしていて、そのまま、うん、生放送をしていたけど、その前にね、今日フレンドさんと遊ぶことになったからっていうんで連絡は入れておいたは置いたけど、結局のところそれは通知を見ていなければあれだし、まあもっと前もって連絡しといて、明日フレンドと動画撮るよう的に連絡できた方が一番いいんだけどね、うん、最低だよな俺、姫を傷つけてばっかだ、うん、ありがとうございます。もしかしたらあまり考えたくないけど、姫は俺ともう一緒にいたくないんじゃないか、うん、それで距離を置いて離れていこうとして、本当は俺にお別れを言ってほしいとか思っているのかだとしたら絶対言わないけど、もしかしたら私は嫌われてるんじゃないかって思われることがあったとしても、あるいは俺自身が嫌われたとしても、俺は姫が大好き、ずっと一緒にいたい、本気でそう思っているよ、嘘偽りなく神に誓ってもいい、世界中にいる神々に誓っていい、うん、そのが嘘だとしてもし罰を受けたらどんな罰でも受けてやる、だってどんな罰だろうと結局俺はその罰を受けることはないから、嘘じゃないから、例えば1日目指の爪を1枚ずつ1日1日剥がされ、それが終わると第一関節ずつ外され、それが終わると次は第二関節、第三関節、腕の関節、腕、肩、足、それらを毎日一箇所ずつ破壊されると同時に痛みも当然のように感じ、抗うこともできない痛みが襲い続け、死ぬことさえ許されない、その痛みと未来永劫味わい続け、かつ不老不死となってしまうという、そういった神の罰であろうとも俺は甘んじて受け入れよう、その罰を受けることはないから、うん、姫の思いはそんな嘘じゃないし、世界中の神々に誓っていい、嘘じゃないからその罰も受け入れよう、嘘だった場合その罰を受け、でも嘘じゃないから俺は受けることがないからその罰を提案する、うん、どうだい、これでもまだ俺が
姫のことを好きじゃないと思うかい？本気じゃないと思うかい？そんな神々がどうのこうのじゃなくて、もっとリアルな数字であったり、そういうのが欲しいかい？だとしたら申し訳ない、俺は数字が苦手なんだ。あらゆるものにおいて、物事において、大体直感で生きている。そう、会社でもよく注意されている。これこうな、こうで、こうだけど、どういう風にやってるの？大体これはこう、前もやった時はこうだったんで、大体っていうか、まあこれぐらいやれば、大体こういう風になるんで、だからこうすればこうなるっていうんで、大体そういう感じでやってます、みたいな。感覚でやってます、つったら。いや、感覚じゃ困るんですよ、つって、注意された。その感覚が何回もやってて経験に基づくもので、例えばこれをこうやるとこうなるからこうするっていうんだったらいいんですけど、そういうんじゃないとなるとちょっと困るんですけど、いやそういうんなんですけど、まあそうですかみたいな、言われて、ああそうかと、頭の悪い少々生きづらいもんだね。もうちょい頭が受ければ、言葉遣いもマシになるし、行動もマシになってくる。上等なものじゃないから、モロハの剣的な、刀も上品じゃないし、すぐ人を傷つけちゃう、自分に近づく人を傷つけ、自分自身も傷つけ的な感じなのかな。例えるならね、そういう感じなのかもしれないし、違うかもしれないし、ちょいと整地しつつ砂利を取っていこうか。そういう、なんだろう、勉強ができるできないのそういう系じゃなくて、もっと効率がいいっていうか、なんていうか、そういう言葉も出てこない。なんつったらいいんだろう、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、こういう時ってなんて言うんだっけ、効率がいいっていうか、なんだろう、割合がいいじゃん、なんて言うんだろう、なんだっけ、伝わるでしょ、なんとなくわかるでしょ、読み取って、ごめん。何がいいってよく言うし、何も出てこねえ、ヒントが何も出てこねえ、お子さんは本当容量がいい、そう出てきた、物語風にしたら出てきた、容量が悪いから、ね、もっと容量良くなりたいわ、容量良ければもっと、ああもうダメ、その時点でもうダメだわ、その時点でもう容量が悪すぎるわ。何でもかんでもすぐ何かのせい。まあ今回に関しては自分のせいでやって、容量の悪い自分を責めているわけでもあるんだけど、結局それが言い訳になってるわけじゃん。じゃあ容量良ければやんないのっていう話じゃし。容量良ければそんなことにはなってないのっていう話だけど。
どうだろうねっていう話じゃん、結局。だって同僚が良かろうが悪かろうが俺は俺であることに変わりはないし、考え方や感じ方だって変わらないし、人として未熟だからね。進化しなくてはいけない、変わらなくてはいけない、もっと極端じゃなくていい、大胆にじゃなくていい、ちょっとずつでいい、少なくとも姫を傷つける回数をもっと減らしていきたい。ダメかな、もう遅いのかな、遅いの、もう俺たちはこれなの、ここで終わりなの。歯車は動いてると思ったけど止まってるの。まだ動いてるよね。俺と姫とでパーツを持ってるんじゃないの。じゃあ俺は何をしてるの、ん、しているんだ、ん、ほ、うん、うん、何をしている、何をしていると言われた、やりたいことをやってるとしか言いようがないというか、いつかじゃなくて近いうち。おはようございます。近いうちどころか、下手したら明日、下手したらっていう言い方があったけど、ワンチャン明日には姫が帰ってくるんじゃないかと、もしかしたら明日にはもう仲直りしてるんじゃないかと、そう毎日思いながら過ごしていて、そのために毎日のように姫からの作業込めというか、いつでも帰ってきていいように姫に届かないのか、俺の思いは。届くって思ってたから、届いてくれるって信じてた。だから、なんだろう、前を向いて歩けてたっていうか、うん、前を向いてたっていうよりも目をそらしてたのかもしれない、姫から。うん、姫は傷ついてる、でもまた元通りになるって思ったら
づいてる姫じゃなくて未来の笑ってる姫を見ていたのかもしれない。未来の笑っている自分たちを見ていたのかもしれない。だから今の姫を傷ついてうずくまってっていうか、助けを求めてる姫を見てあげてなかったのかもしれない。グループとして楽しくやっていたつもりだったけど、それさえも色あせて見えた。うん、楽しいけど何か違う、そう思っちゃってグループを解散した。でも姫がそこにいて、姫と一緒にマインクラフトをやっていた、まあ、正確には俺一人なんだけど、その部分を冷静に考えると若干イカれている感はあるけど確かに俺は一人でマインクラフトをやっている。今もこうして一人落ちた。
だけど姫からのコメントをもらって姫の作りたいものをすぐには作れないけど、どうしてもミスが発生してしまうから、それでもちょっとずつ修正してって言って一緒に作っていく。それがすごく楽しくて、隣り合わせでゲームをしているんじゃないかと、隣り合わせで一緒に作っているんじゃないかなって、そういう感じになってエアマルチっていうのが生まれて、この世界が生まれたようなもんだよな、うん、姫と俺とで幸せな時間を過ごしてきた。その分の多くの建築物であったり街並みであったり、うん、でも今そこにいるべき人物がいないっていうのを見ようとしてなかったんだよね。辛いからって目を背けてた。辛いことはなかなか受け止めがたいじゃん。だから何でもいいから理由つけて目をそらして、うん、おじいちゃんが死んだ時、ああそうね、この話もしてなかったね。住んでたでしょ、その時おじいちゃんが亡くなりまして、お葬式やらないやらいろいろありまして、それで長期休暇という形で休ませてもらっていたんですが、その時泣かなかったんだよね。泣かなかったっていうより泣き方が分からなかったっていうか、泣けなかった。そうなる前は毎晩のように泣いていた、悲しくて辛くて、でもそうなった時一切泣かなかった。悲しくて辛くてってよりはなんとなくそばにいるような気がした、ぬくもりを感じるところ、おじいちゃんと。じゃなければおじいちゃんがつけてくれたんだよね、この名前。名前は呪いだという人もいるけど、俺はこの名前が大好きなんだ、この名前のおかげでいろんな人と知り合えたというか、友達がいっぱい増えたと思ってるんだよね。俺のこの性格で口も悪ければ態度も悪いし感じ悪いじゃん。それでもなお一緒にいてくれるってことは、何らかの目に見えない力が発動してるとしか思えない。ってなると名前は魔法なんだよ。魔法のおかげで
さらそれを考えた時涙は出てくるんだろうけど、それを受け止められなかったんだよね、その現状というか現象というか、うん、そのことをね、まあそうなった時に姫に言ったら、姫は悲しいって俺の代わりに泣いてくれた、うん、でも俺はそれが受け止められなくて、姫にはみんな泣いてたんじゃ、きっとおじいちゃんもかわいそうだからって、うん、だから俺は泣かなかったよって、そうなる前はいっぱい泣いたけどねっつって強がっちゃいたけど、受け止められなくて迷走はしてただけなんだよね、そのことから今も。受けられるもんじゃないんでしょ、まあ、やすやすと受け入れてるわけじゃないんだけどさ、受け止められないから涙するし、うん、そうなんだけど、中には受け止められないからって目そらす人もいるっていうの、ちょっとだけでもいいから分かってほしい。姫という大事な人が離れちゃって連絡も取れなくなって、そばにいてくれなくて、そばにいれなくて悲しくて苦しいって、そう思った瞬間にはもう別のことを考えてた。なんとなくだけどそのことを考えると壊れそうだったから、いろんなものが、うん、辛いのは姫なのに、多分きっとまた姫にいろいろ言っちゃいそうだと思って被害者ずらして、あたかも俺が被害者なんじゃないかっていう感じで、ね、姫に言っちゃうんじゃないかとか、あるいは、うん、姫に優しい言葉を一つもかけてあげられなくなるような、自分が自分じゃなくなっちゃうような、心が壊れて何もかもどうでもよくなっちゃいそうな気がしたから、そうなったら元通りに戻ることも何もできなくなっちゃって、うん、そう思ったら逆に、なんだ、そうか、じゃあ元に戻るんだって、きっと俺らは元に戻る、大丈夫って、いつもそうやって仲直りしてきたじゃないかって、うん、間を飛ばしてね、まだ仲直りしてないのに、まるでもう仲直りしたかのような感覚に陥って、目を向けて任して自分を、姫の方が何倍も何十倍も辛い思いして、今だってもしかしたら辛いって一人で泣いてるかもしれない、抱え込んでるかもしれない、なのに俺は手を一つも差し伸べたい、手を差し伸べてるつもりではいるんだけど届かないんだよね、手が伸ばしても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 、正確にはどうやって伸ばしたらいいかわからないっていうのもあるんだけど、伸ばしたつもりだけで全然伸ばしてないのかもしれないし、ごめんね姫、辛い
が YouTube なんかしなければ、マインクラフトなんかしなければ、きっと姫に会うこともなかったし、姫を傷つけることもなかっただろうね。ごめんね。俺のせいで姫をそんなに傷つけちゃって。でもそばにいたい。姫もそばにいたいし、俺のそばにいてほしいと俺は思う。わがままだろうけど大好きなんだ姫が。申し訳ない。今でも できないのかな。できるよね。うん。とりあえず今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問コメントなどある方、下のコメント欄もしくは ask.fm までよろしくお願いします。以上、姫大好き友とくんまちゃん大好き姫がお送りいたしました。頑張れね。